中国ではこれまで海賊版の CD や DVD だけではなく、有名ブランドやキャラクターなど様々なパクリ商品を世に出してきました。今回は中国のパクリの中でも特に強烈なインパクトを残したものを5つご紹介します。こんにちは、ペクです。もう何年も前から中国イコールパクリのイメージが強いですよね。パクリも明らかにそのまんまでしょというものから、ちょっとずらしてきてるなといったものまでたくさんあって、調べてみると本当に面白かったです。今回はいろいろリサーチした中でもこれはあかんというものを中心に集めました。正直結構面白いやつも多いですが、笑ったら負けですよ。では行きましょう。1. ミッキーマウス。北京と上海の中間くらいの中国沿岸部の田舎にある石器山遊楽園をご存知でしょうか。1986年にオープンした遊園地なのですが、実はとんでもない実態のあるやばい場所だったんです。園内にはお城や観覧車があり、一見普通の遊園地に見えなくもないのですが、いくつかの問題が。実は園内を歩くキャラクターたちがミッキーやミニー、ドナルドダックに激似というカオスな場所だったんです。しかもディズニーキャラクターだけではなく、バックス、バニーなどワーナーマイカルブラザーズのキャラクター、挙句の果てにキティちゃんやドラえもんまでいる場所なんです。もう統一感がほぼゼロですよね。またパクリ疑惑があるのはキャラクターだけではなく、ディズニーの雰囲気を備えたジョーンズの冒険、ヨーロッパ調の幽霊の邸宅など明らかにディズニーの雰囲気を漂わせたアトラクションも存在します。そういえばシンデレラ城に似たそれっぽいお城もありますよね。このパクリ遊園地は2007年に日本でもニュースなどで取り上げられたことで広く知れ渡ることになりました。大きなニュースになった石器山遊楽園ですが、遊園地側の言い分はとんでもないものでした。遊園地としては当園独自のキャラクターで、結果として一部似ているが決して真似したわけではないと強調しています。さらにミッキーのパクリと思われるキャラクターについては、耳の大きな猫と言っています。言い訳だとしたらちょっと苦しい気がしますよね。しかも石器山遊楽園には子供の夢を根底からぶち壊すとんでもないサービスがあるんです。なんと着ぐるみキャラクターが園内で堂々と被り物を脱いでしまうんですよ。中身はおじさんです。これはやったらダメですよね。2. ドラえもん。ドラえもんは1969年から漫画が始まり、1973年からアニメ化がスタートした日本人なら誰もが知るであろうアニメです。そんなドラえもんまでが中国にパクられてるんです。しかもドラえもんのパクリ騒動はなんと裁判沙汰になるトラブルにまで発展したとかしないとか、そのヤバすぎる実態とは詳しく見ていきましょう。事の発端は2012年に福建省のスポーツ用品を扱う企業がドラえもんにそっくりのキャラクターを商標登録したことに始まります。商標登録されたドラえもんは誰がどう見ても同じキャラクターにしか見えません。これを違うという方がどうにかしていると思ってしまうくらいそっくりです。ちょっと無理やり違うところを探そうと思いましたが、ほぼ無理でした。こじつけて無理やり言うならば、パクリの方が色がオリジナルよりもちょっと濃いかも。結局中国の北京知的財産権法院がそっくりと判断し、著作権侵害を理由に同社の商標登録を無効とする判断を下したそうです。しかしスポーツ用品の企業は納得せずに、不服として裁判に持ち込んだみたいですね。ドラえもんは世界的にも有名なキャラクターなのですぐにバレると思うんですけどね。ちなみにドラえもんのパクリはこれだけではなく、他にもドラえもんの顔に直接手足が生えたものや顔が歪んだものなどやりたい放題、それだけ有名キャラクターということなのでしょうが、なんだかクオリティが微妙で残念ですよね。3. 車。中国が発表する車の中には、もはやパクリと言われても仕方がないほどデザインがそっくりなものが存在します。車のそっくりって結構多くて、中にはあの有名メーカーのものを真似たものもたくさん存在します。例えば中国の自動車メーカーである周大汽車は、ポルシェの有名デザインを真似てとんでもない車を作っています。それが周大 SR9 という車種。周大 SR9 とポルシェマカンは間違い探しをしなければいけないほどそっくりです。中国での販売価格は日本円で170万円くらいと、新車で買うと700万円以上するポルシェマカンに比べてかなり安いのが特徴です。2つを比べてみると、周大 SR9 の方が少し車高が低いかなという感じもしますが、後のデザインなんかはほぼ同じに見えますよね。中国のパクリ車はそれだけではありません。もっとあからさまなパクリがたくさんあります。その一つがキリメリーという車なのですが、パッと見は普通のセダン車にしか見えません。しかしフロント部分に視線を移すと、そこには衝撃の光景が見えてきます。なんとフロントはメルセデスベンツの C クラスにそっくりなんです。ちょっと似ているなんてレベルではなく、そのまんまなところがポイント。ちょっとは変えとこうみたいな気持ちは全くなかったみたいですね。さらにフロント部分にはベンツから構想を得たにしてはパクリすぎのエンブレムまでもがバッチリと光ってます。なぜここまでそっくりにしてしまったのでしょうか。本当にこれでいいと思ったのか、開発者の本音が聞きたいですよね。4. お菓子。
中国ではキャラクターや車だけではなく、お菓子なんかもたくさんパクリが存在します。まずは誰もが一回は食べたことのあるあのお菓子からご紹介します。それは常福記賞味なんちゃらです。ちょっと商品名が読めなくてわからなかったのですが、これ何かに似てると思いませんか？そう、コロンにそっくりじゃないですか。食べたことのある人あるあるかもしれませんが、中のクリームだけ吸い出して食べたり、指を突っ込んで舐めたことのある人もいるかもしれません。本家のコロンと比べてこっちの方がボディが長く、一口サイズというには大きすぎます。個包装になっているというのは唯一の高評価かもしれませんね。ネットで食べた人の意見を見つけたのですが、本家のコロンがサクッと柔らかいのに比べ、パクリコロンは硬いそうです。外のビスケット部分が本家と比べて分厚く、噛み砕くのが難しいとのことでした。中国で日本のお菓子がパクられている事例はまだまだあります。皆さんはやめられない、止まらないと聞いて何か思い出しませんか？そう、カッパエビセンですよね。中国はパクリもやめられない、止まらないみたいで、なんとカッパエビセンまでも餌食になってます。中国のカッパエビセンはパッケージの雰囲気から中身までほぼ同じというパクリ商品です。なぜここまでそっくりなのでしょうか？それはパクリカッパエビセンを作っている紫州という会社に秘密がありました。実は過去にカッパエビセンの生産メーカーであるカルビーが中国に一瞬だけ進出してすぐに撤退したことがあったみたいなんです。その時にカルビーの商品を生産していたのが紫州なんですよね。つまりカルビーじゃないけど味はカッパエビセン。パクリにはいろいろな事情があるんですね。5ダイソー。中国のパクリはもはやネタとしてニュースなどで取り上げられることも多いですが、あの有名ショップまでパクられてます。100円ショップダイソーはかなり有名なお店ですが、パクリがニュースになったことがありました。ダイソーのパクリは韓国でも発生していて、2014年に韓国がダサゾーを作ったことでも有名ですよね。この時は本家のダイソーが商標権侵害禁止を求めた訴訟を起こしましたが、敗訴するという結果になっています。しかし中国ではダサゾーをもしのぐもっとヤバいパクリがありました。問題のお店は中国にあるメイソウという名前の10元ショップです。10元は冷凍にもよりますが160円くらいですね。このお店全商品が10元というところがダイソーをパクっているのですが、パクリはそれだけではなかったんです。なんとロゴや商品にも目を疑うパクリがありました。メイソーのロゴはユニクロ、お店の商品は無印良品にそっくりなんです。しかも世界で展開している日本ブランドという触れ込みらしいですから、やばいですよね。さらに公式サイトを見ると毎年1億人が来店する人気店なんだとか。一応本社は日本にあるとされていますが、住所が渋谷区神社前という存在しない場所なんですよね。これ怪しさ満載ですよね。さすがにこれは中国人もパクリだってわかるでしょうと思いきや、意外にも日本のブランドだと信じてしまっている人も多かったみたいです。中国版ツイッターウェイボーには中国人からのパクリと気づいたような書き込みがあったみたいですが、逆にお得安いといった好意的な書き込みも多く見られたそうです。中国人は商品が良ければあまり気にしないのでしょうか。皆さんは迷走をどう思いますか？ということで今回はめくるめく中国のパクリの世界を見ていきました。人気キャラクターやお店、お菓子、車に至るまで中国には当たり前にパクリが溢れてるみたいですね。もう一種のネタみたいに扱われていることも多く、見ていて面白いのですが本当は良くないことなんですよね。皆さんは中国のパクリについてどう思いますか？他にももっとヤバいパクリがあるよといった情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくださった皆さん、グッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。